した物質等というところです。こんな感じですね。でこれからですね、朝風呂、朝一番風呂に行きたいと思います。ここはまあ学校時代の、まあ、廊下ですかね。目の前が、食堂です。でこっち行くと、温泉に行くという感じです。まあくまでちょっとね待つかもしれないですけど、まあゆっくり歩いていきたいと思いますよ。はい、浴場ということで、この、まあ、スロープを登っていく感じです。いやー、雲の流れが早い。今日は一日晴れるみたいですけども、今は気温が5度程度でちょっと寒いですね。いやー寒い。こっちからですかね、温泉引っ張ってきてるんですかね。はい、ここです。今誰もいないんでちょっと撮影しちゃいますけど、こんな感じです。はい、硫黄の香りがする温泉ですね。まあ、ここがロビーっていう感じですかね。ちょっと上にも行くだけ行かせてもらいましょう。あー、こっちのね、あの複数の方が泊まれるお部屋は、あの校庭が見渡せるお部屋なんですね。ああいいですね。私が泊まったところの物質棟はですね、窓開けたら隣、あの目の前が石垣という、まあ一人なんでしょうがないんですけど、ああいいですね。でここが元々のあれですかね、学校のトイレだったんですかね。だいぶこじんまりとしたあの中学校だったみたいですけども、まあ、なんとなくね、学校のその雰囲気といいますか、そういうものは感じ取れますね。はい、これがですねヘルシー三郷の、まあ、前景といいますか、こちらが元その中学校の、校舎を、利用した宿泊施設で、あそこのちょっと高いところにあるのが温泉ですね。はい、周りは本当山に囲まれていて静かですね。はい、でこちらの隣接するところにあのコテージがあったりとか、あのキャンプサイトもあるみたいです。割とお安く泊まれるみたいなの でこのねグランドもないいですよね。かつてはここでですね、運動をしたりとかしたんでしょうかね。で、あれはですね、日の宮蔵なのかな、で、体育館ですね。なんか本当懐かしい感じがしますね。
なんとなくやっぱりこう、なんて言うんでしょう、教師を誘いますね。あ、すごいな。はい、ヘルシー三里に、今日泊まりました。あ、今日というか昨日ね泊まりました。着いた時はですねもう結構真っ暗になっちゃいましたけど、今日はいい天気です。今が、9時半くらいです。はい、ちょっとですね、これからなんかこの上の方になんか見晴らしがいいところがあるみたいなんでそこに行ってみたいというふうに思います。いやですね、出発したいと思いますよ。砂利ですね。やばいやばい。で、ちょっとここから1回出ます。ここが、昔の校門だったんですかね。はい、でそこから、左に行き、結構ね、やばそうなところなんで。あ、ここなんか大竹温泉なんですね。うわ、結構傾斜厳しいな、おい。うわー、やばそうだな、おい。ゆっくり行きましょうね。なんかこのとこ誰も来ないと思うんで。ズリッといっちゃいそうだからね。あ、でも舗装されてたんだ。あのダートかと思ったけど大丈夫。うわ、ちょっとな、これ雨降ってたら完全にズリッといっちゃうね。おお、2速だったんですけど今1速に落としました。もう1速でゆっくり行きます。すげえとこ。いや、これおお、怖い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 。いやいやいや、草で見えないけど結構道ガタガタですね。あ、怖かった。これね、歩いて登るとなるとなかなか大変だと思いますね。はい、車とか来ても避けるとこないですしね、困ったね。まあ、来ないんだと思うけども。
いやいやいや、なかなかこれは絶景ですよ、これ。いや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 、すごい。もうね、おっかなびっくりです。これ下る時も怖いな。いやー、いいですね、本当にね。うわ、でかい落石が。うわ、ここのきつ、傾斜きつ。本当にゆっくりです。一足半クラッチで行ってます。これガクガクだって。いやいやいや、こんなとこに道があるのがすごいね。
忘れらんないよこんな道。とかこの木とかにこうズルズルいっちゃうね。すごい傾斜なんだが。歩いてけってことなんだろうな。七面堂っていうのか、あ、それがそこ。すごい、すごい、うわ。はい、山の上に、この七面堂という、神社お社がありました。ここに登ってくるまで結構大変でしたけども、まあね、よかったです。はい、じゃあ行きます。